大谷、42-42、西武、36-78。こんなにも差がある。西武しトリプルスリーできるんか。シーズン HR 記録超えてるやんけ。最終的に大谷の HR 出す盗塁と西武の負け数ってどっちが上になるんやろな。得点圏打てない大谷は一番で好きにやらせた方がええな。アクーニャジュニア、外手なんで勝てないんだ。今年の西武で100敗無理って結構厚い壁なんやな。大谷に厳しい球投げたら殺害予告されるから甘い球しか来ないもんな。それっぽい数字の比較だけど物差しが違いすぎていまいちピンとこない。飛ばないボールがあるものか。でもだからといって西武に大谷より上の打者はほとんどいない。さすがに統一球の時のおかわり君対ロッテという前例があるから大丈夫やろ。どうしてこんなことになってしまったんだ。ご視聴ありがとうございました。